れ様です。手澤さん、ここどこですか？ここは、習志野市の東部体育館です。何を行われてるんですか？今日はですね、ブラインドクライミング世界選手権というのが行われています。はい、視覚障害者の、フリークライミング世界選手権です。これ今日だけなんですか？明日もあります。明日は、今日は予選で、明日は決勝というような位置づけで、ありますね。明日ということは、12月の5日日曜日、何時からですか、決勝は？決勝はですね、お昼過ぎになります。これは、有料ですか、無料ですか？もちろん無料です。無料で見れる、あの辺になんか変な楽しめそうなやつも、モンキーマジックのこと、あそこは何ですか？あそこはですね、体験クライミングのコーナーで、フリークライミングを皆さん無料で体験することができます。この大会は視覚障害者の方の大会なので、実は目隠しして登るっていうような体験もできます。じゃあ最後に、この動画を見ている皆さんに一言メッセージを。楽しい大会です。今まで見たことのないような体験ができると思いますので、ぜひ、足を運んでいただけるとありがたいです。千葉県の、三もみ駅から、歩いて10分くらいの場所でやってますので、ぜひお越しください。ありがとうございました。よろしくお願いします。うまいじゃないですか。